JR 名古屋駅の新幹線ホームは帰省や旅行に向かう多くの利用客で混雑しています。 JR 東海によりますと、東海道新幹線下りの自由席の乗車率は最大 180% で、席に座れず通路に立つ利用者の姿が目立ちました。兵庫県の城崎温泉、コロナでずっと出かけれなかったんで4年ぶりですね、外出は。まあ、温泉三昧ですマスク取って子どもたちと遊びたいなと思ってます。JR 東海によりますと、午後は一部を除き指定席で空席があるということです。指定席の予約率のピークは下りが今日で、上りが6日土曜日になる見込みです。